大丈夫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 。皆さんおはようございます。お待たせいたしました。本日は皆さんお忙しいところをお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりイスラム文化祭りを開催させていただきます。司会を務めさせていただきます立命館アジア太平洋大学大学院2年生のランと申します。今日はどうぞよろしくお願い申し上げます。まずは、イスラム教会のモスクのイマムさんからコランの一部を復唱していただきます。お願いします。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.今から通訳の文を読ませていただきます。本当に天と地の創造、また夜と昼の広大の中には知るあるものへの印がある。または立ち、または座り、または横をたわって普段にあらあほ少年し、天と地の創造について考える者に言う。主よ、あなたはいたずらにこれをお作りになったのではないのです。あなたの栄光をたたえます。火の懲罰から私たちを救ってください。主よ、本当にあなたは高価に投げまれたものを必ず屈辱で覆われる。不義のものに援助者はないのであろう。主よ、本当に私たちはあなた方の主を信仰しなさいと信仰に呼ぶものを呼び声を聞いて信仰に入りました。主よ、私たちの罪を許されて、すべての財宝を私たちから抹消して
信仰の達成者たちと一緒にあなたに召してください。主よ、あなたの人たちによって私たちに約束されたものを授け、また神罰の日には屈辱から救ってください。本当にあなたは決して約束を無理なさいません。神様はいつも真実を言います。ありがとうございます。次、立命館アジア太平洋大学の立命館アジア太平洋大学の菅先生よりご挨拶をしていただきます。菅先生、どうぞよろしくお願いします。We are already behind schedule. I'm not going to take very long. Bipu Muslim Kyoka is doing many different activities to promote good communication between the Muslims living in Bipu and between the Japanese. And this today's function is one such effort to increase this communication and to create a goodwill between the two communities. So, thank you very much for coming up in so big numbers. I know you were all very busy. We are really grateful for you for coming over. And I would like to extend my special thank and special gratitude to the Deputy Mayor of Bepu, who has graced us with his presence today. And I'm also very grateful to the Kaku-sensei for coming up today as well. Thank you very much.発言について簡単に通訳させていただきます。できるかな。今日のイベントに登場していただきましてありがとうございます。ペプシの副市長、すいません。ペプシの副市長、今猪俣慎介様と、自覚大と保証様の、登場をありがとうございます。そして今日のようなイベントは、今日だけじゃなくて毎月の第1と第3の、金曜日の夜、私たちの4番目のお祈りの終わった後はご飯会が毎月あります。皆様無料で参加できますのでお願いします。はい、次はペプシ副市長、猪俣慎介様より発言をしていただきます。お願いします。皆さん、おはようございます。ご紹介いただきましたペプシの副市長の猪俣と申します。まず最初に、今日このような素晴らしい、イスラム文化祭り、多文化共生というものをスローガンに掲げているペプシにとっては大変ありがたく素晴らしいイベントだと思っております。この会を、実行に、ご尽力されましたデップバスの皆様方、それから、ウェブ市内にいる留学生の皆様にご尽力にまず参考で感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。それと今日多くの市民の方もお見えになっておりますが、我々が、別府祭りと、もしくはモスクという言い方の方が皆様にとっては、馴染みのある言葉かもしれませんけども、別府祭りの方からたくさんのご協力をいただいている、ご支援をいただいていることを先に少しご紹介をさせていただければと思います。まず、別府祭りの方、毎日、周辺の清掃をしていただいているということで、別府の美化に大変にご協力をいただいているところでございます。
それから皆様の記憶に新しい昨年の4月の熊本大地震の時、この時はたくさんの避難所にたくさんの市民の方々が集まり、また別府市役所の方も避難対緊急対応ということで職員が常に待機しているような状態でございましたけれども、大変心温まるお食事を何度も何度もご提供いただきました。これは本当にただ単にその腹が減ったのが満たされたというだけではなくて、心温まる、プレゼントで我々本当に救われたというふうに思っております。これから感謝申し上げます。それからもう一つ皆様ご案内の通り、別府市は観光地でございます。今までもこれからも、たくさんの外国人の方をお招きしようと努力をしているところでございますけれども、その中で、ムスリムの方たちに対しても、ぜひぜひ別府にお越しくださいというような発信をしているんですが、今ムスリムフレンドリーマップというものをご用意しております。どこで、ムスリムの食事が取れるのか、どこであるならば、あまり人を気にしないでお風呂に入れるのか、そういったムスリムフレンドリーマップというものの作成についても、マスジの方のご協力をたくさん頂戴しているということでございます。一人の市民としてまず皆様に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。お聞きすると、別府ムスリムマスジ等ができて来年で10周年というふうにお聞きしております。市内に住むまたは、近隣に住むムスリムの方たちの、集う場所としての存在があるかと思いますが、実はもはや、別府の観光を発信してくれる場所でもあり、別府そのものを発信してくれる場所だというふうに思っております。突然でございますけども、今日おそらくここにお集まりの皆様、別府で生まれて、別府で、ずっと過ごしてきたという方よりも、何らかの理由で、別府に移り住んできたという方の方が多いかと思います。実は私もですね、2年ほど前に、別の場所からこの別府の方に移り住んできました。仕事柄いろんな土地で生活することが多いんですけども、一例をちょっとご紹介申し上げますと、十数年前に、東北の福島県の会津というところに住んでいたことがございます。別府とは全く気象条件の違うところで、非常に雪深いところなんですけども、雪深いだということが理由ではないと思うんですけど、非常に皆さん口数が少ないんです。寒いから口を開くと口が凍るからという冗談で皆さん言うんですけど、そういうことではなくて、言葉を選ぶとか言葉を慎むとか、そういうことがその美とされるような町でありまして、そういった、会津の人たちが、奥ゆかしい、かといって上品だというふうに言われるようなんです。で、翻ってじゃあ別府が、上品かといったら、お世辞もあまり上品とは言えなくてですね、ただ一方で本当に開かれたオープン でそれでヘジテーション、ためらいというものが全く必要なく、いろんな方が交流できる街、それが別府だと思っております。今現在も90カ国からの留学生が、別府にお越しいただき、またたくさんの外国人の方が別府にお越しいただいております。我々こういった国際交流に恵まれた場所として、場所に住む人間としてやはり必要なことというのは、いろんなものを理解し、今日ちょうど始まる前に、先生とミューチャルアンダースタンディング、共通理解というものが一つのキーワードだよねというような話をしたんですけども、ぜひぜひここ恵まれた環境である別府でございますので、共通理解というものを皆さんと共に考えていただき、さらに、国際性が進む街を、作ることを、ご協力をいただければと思います。今日のこの会がきっとミューチャルアンダースタンディング共通理解のきっかけになるかと思います。ぜひぜひ、これから、たくさんの貴重なお話もあるということでございますので、実りある一日を皆様がお送りすることを、ご記念申し上げまして、挨拶と返させていただきます。今日どうもありがとうございました。新助さん、ありがとうございます。次、地学大道お嬢様からイスラム文化についてスピーチをしていただきます。地学大道さん、お願いします。すみません、スピーチの後は Q&A 質問のセクションがあって、もし皆さん何か質問があったらぜひ聞いてお願いします。Good morning everyone. Good morning. My name is Daido Jikaku. I'm a Buddhist monk. I live in a temple
in Nakatsu City. Do you know Nakatsu City? In Oita Prefecture. But my English skills not so well. Sorry, I don't speak Japanese. 皆さん、改めましておはようございます。私、慈覚大道と申しまして、中津市の方の外市のお寺の副住職をしております。なんでですね、イスラム文化祭りにお坊さんが来てお話をするのかというのを皆さんのすごく疑問かと思いますけれども、少し自己紹介を兼ねまして、なぜ今日私がここに、立っているのかということをお話をさせていただきたいと思います。で、一つですね、皆さんのお手元にペーパーをですね1枚、すいません、オンリージャパニーズなんですが、伝送と学ぶイスラームというのがございます。お持ちでないかと言っていただければ、係の人がお手元に持ってきてくれると思いますので、ちょっと手を挙げていただければと思いますが、どこかですね、ちょっとおろしておいていただいて、今来ました。すいません、お持ちでない方、手を挙げていただいてよろしいでしょうか。今回っておりますので、ちなみにこの中でイスラム教徒ではない方はどれぐらいおられますでしょうか。はい、ありがとうございます。ムスリムの方はどれぐらいおられますでしょうか。はい、ありがとうございます。キリスト教徒の方どれぐらいおられますでしょうか。はい、仏教徒の方はどれぐらいおられますでしょうか。はい、ありがとうございます。今日本当いろんな、国籍そして宗教ですね、お持ちの方来ていただいておりますけれども、実は私4年前までですね、東京の方におりまして、で国際 NGO の、東京事務所の職員として7年間ほど、仕事をしておりました。仏教系の NGO なんですけれども、シャンティ国際ボランティア会というのがございまして、アジア地域ですね、カンボジアですとか、あとミャンマー難民キャンプ、そしてアフガニスタンも支援しておりました。アフガニスタンはご存知のようにイスラム教徒の方が多いで、ミャンマー難民キャンプはですね、意外とカレン族という部族の方がおられて、キリスト教徒の方がおられます。で、当然カンボジア、ラオス、タイも支援しておりましたけれども、仏教徒の方が暮らしている地域で、いろんな国の方々、いろんな宗教をですね持っておられる方々の、特に我々の団体では、初等教育支援ということで、子どもたちの学校を建てたりですね、あとは教材を送ったり、あとは絵本を現地で出版したり日本から送ったりというような活動を行っておりました。で、当然アフガニスタンにもですね、事務所があって、アフガニスタンのスタッフが来日することもありまして、いわゆる同僚にイスラム教徒の方が、おられた。で、私はお坊さんですけれども、イスラム教のことを全然知識がなくてですね、周りの他のスタッフから、豚肉は進めちゃダメだよとか、アルコールはあの人たちは飲まないからねと、そのレベルから話を聞くようなことで、これは同じ宗教者としてあまりにもちょっと他の宗教のことを知らなさすぎるなということで、少し、触れ合い、イスラム教徒の方と触れ合う中でですね、私なりに、イスラム教というのはこういう人たち、こういうことを大切にして、こういうことを信じている人たちなんだなということが、少しですね、分かってきまして、で、4年前中津のお寺を継ぐために、生まれ育った中津に、戻ってき、まして、ただ東京はですね、意外といろんな多国籍の方がおられるんですけれども、まだまだ別府はちょっとですね、九州というか大分でも特殊な場所ですね。別府からちょっと離れると、なかなか外国の方と日頃接する機会も少ない。またイスラム教をはじめですね、他の宗教、キリスト教もそうですし、ヒンドゥー教もそうですけれども、意外と他の宗教のことを知らない方が多いなということで、一昨年ですね、ここの別府でお坊さんをですね70人
集まってもらってイスラム教の勉強会をしました。ちょっとその写真を見ながら説明させてもらえればと思いますけれども、一度はですね、モスクの方に10人ぐらいで伺って、お坊さんがですね伺って、実際お祈りをしているところを見学させていただいたり、この写真ちょっとちっちゃくて申し訳ないですけれども、奥におられるのがカーン・イマームとカーン代表ですね。その隣に、通訳でもう一人入っていただいたんですけれども、そのカーン・イマームの隣に横側で見えているのが こういう感じで、私が今ちょっと喋っているんですけど、私になりますけれども、イスラム教のですね、別府モスクの方々に来ていただいて、ここまあお坊さんずらずらっと並んで、これはぐるっと、ロの字型に円卓というか囲んでですね、この時が30人ぐらいで、その次の時にはですね、もうちょっと人数が増えて、もう70人ぐらいですね。九州内の総統市のお坊さんが別府の、これはサンバリーっていうホテルの会場を借りてですね行いました。なかなか面白いと思うんですけども、今の後ろにはですね、釈迦の掛け軸が、かけてあって、まあ、私と、サイドさんと今並んでですね、イスラム教のことをお坊さんにまず知ってもらうということを行いました。で、結構これは評判良かった本ですから、私が調子に乗りまして、今年のですね6月に私の中津のお寺で、お寺でイスラームという会を開きました。これはうちのお寺なんですけれども、この時も菅代表と菅井真央と通訳でサイードさんに来ていただいてですね、この時はまあ中津近辺の一般の方ですね、キリスト教の方も来ていただきましたけれども、まあ、15、6名でしたけれども集まってきていただいて、まあ、イスラム教全く知識のないような方々が多かったですけれども、一緒にお寺でイスラムを知ってもらう、触れ合ってもらうという、この時ちょうどですねラマダンの時期でして、モスクの皆さんは飲み食いできないんですが、わざわざクッキーとですねチャイをモスクから持ってきていただいて、私たち日本人に振る舞って、いただいて、まあ、五感でイスラムを楽しむという、非常に私的には楽しいですね、時間を過ごさせていただきました。で、今回こうイスラム文化祭りがあるということで、イスラム教徒の皆さん方がですね、このお寺でイスラムを倍返しだということで、私をですね今回お呼びいただいて、まあ、皆さんの前でイスラム教について少しお話をしてくださいという機会をいただきましたので、あまりこういうですね宗教の話とか、まあ、仏教もそうなんですけども、話すとですね難しくなるんですよ。で、今日はなるべく楽しくイスラムの教えだったりで、私が一番大切にしたいなと思うのは、やっぱり人と人と付き合う中で、一番いい関係っていうのは、まあ、あなたと同じことはできないけど、あなたが大切にしていることは知ってますし、それも尊重しますよ。一緒にはできないけれど、あなたが大切にしているものは私も大切に尊重しますよっていう関係がですね、これはもう宗教とか国籍とか関係なくだと思いますけれども、できることが一番、いい人間関係だと思いますので、今後特に別府大分ですね、イスラム教徒の方、また違う宗教の方、たくさん触れ合う機会があると思いますので、最低限この方はイスラム教徒でこういうことを信じ、こういうことを大切にして
生きているんだなということを知って、さらにそれが尊重できるようなですね、日本になってほしいなというふうに思いまして、今日はクイズ形式にしました。皆さんですね、今からここに15問ありますけれども、まあ、最後に順位とかつきませんので、今ですねこの15問、何問解けるかな、まあ、1問ずつ進めていきますけれども、で最後に終わった時に、あ、自分意外とイスラム教徒の知り合いいるのに知らんかったなとか、あ、意外と自分分かってるんじゃないかな、ただもう今日のですね私の話が終わればこれ皆さん全部クリアになるという形ですので、今の時点でですね、知ってる知らないあっても終わった時には皆さん、100点ということになればいいかなというふうに思っております。少しこのペーパーのですね一番上のところに書かせてもらいましたけれども、まあ、私も国際入場で仕事をしておりましたので、やはりこちらに戻ってきた頃がちょうど広かったですね。 IS のニュースがもうテレビつければ IS だテロだと、でもうイスラム教徒イコール危険な人たちじゃないかという報道がですね、もうどうしてもニュースだけ見ていると目にすることが多くてですね、まあ、そう思ってしまう日本人がいてもしょうがないんじゃないかなと。実はこれイスラム教だけではなくてですね、我々仏教でも同じ経験をしました。1995年にですねオウム真理教という教団がですね、東京の方で、テロ地下鉄サリン事件と呼ばれておりますけども行いました。実はですねオウム真理教の人たちは自分たちを、チベット仏教の一派だと自称しておりました。でそうすると我々仏教徒もですね、お前らあいつらの仲間だと、あいつらは自分たちを仏教徒だと言ってるぞ、仏教はそんな人を殺す破壊する教えがあるのかと聞かれました。正直、まあ、あの人たちはイスラム教仏教徒だと言ってるかもしれないけれども、私たちとは違いますと、あの人たちがなんでそんなことするのか、同じ仏教徒としてとても想像できませんとしか、まあ、答えられませんでした。多分イスラム教徒の方々は同じ思いを今されているんじゃないかなというふうに、思っております。で今ですね、こちらに書いてありますけれども、もう皆さんご存知のように大分県別府市にはですね別府マスジド、セントラル九州マスジドと呼ばれますけれども、九州で初めてできたモスクであります。で今ですね、まあ、大体ですけれども別府市内に400人ぐらいムスリムの方暮らして、おられるそうで、別府の人口が12万人ぐらいですかね。おそらく人口比でいけば日本で一番ムスリムのパーセンテージの高い都市じゃないかなというふうに、大きさで見ればですね福岡市とか神戸とかですねの方が数はいるかもしれませんけど、全体の人口比で考えるとですね、やっぱおそらくもう日本有数の無責任の方が暮らす都市だと思います。そしてやはりですね、殺し合いの紛争や戦争というのはなぜ起きるかというと、そこは対立だったり憎しみが生まれるから戦争が起こります。でその対立や憎しみがなぜ起こるかといえば、それは本当にもう最初は些細な偏見だったり差別から始まると思います。ですからその最初のですね誤解や偏見を今日はこの場所で少しでもなくしていければいいなというふうに思っております。ではですね早速クイズに移っていきたいと思いますけれども、まずですねイスラム教を知る前に一神教、アブラハム宗教とも呼ばれるそうですけれどもについて、まあ、簡単にですね大枠を知っていただきたいなというふうに思うんですけれども、アブラハムっていう人を聞いたことあるとか知ってますっていう方どれぐらいおられますか。 Do you know Abraham? イブラヒム
あ、そうですね、もう、一神教の方々はもう毎度おなじみの、イブラヒム、アブラハム、エイブラハムとも呼ばれますけれども、下に書いてありますけれども、いわゆる、まあ、アブラハム宗教と呼ばれる宗教、ユダヤ教、キリスト教、イスラーム3つありまして、で、ユダヤ教というのはもう、すみません、違ってたら、もう皆さんの方が詳しい方多いと思いますので、ちょっと私専門が仏教なもんですから申し訳ありませんが、違ってたら訂正を入れていただきたいと思うんですけれども、ユダヤ教はですね、一応聖書と呼ばれるものが、キリスト教からはですね、旧約聖書と呼ばれておりますが、まあ、ヘブライ聖書、ヘブライ語聖書という聖書がございます。で、ユダヤ教はですね、信者の方が大体、まあ、1000万人から1400万人ぐらいと言われておりますけれども、ほとんどがイスラエルとアメリカに、暮らして、おられるようです。で、1400万人というとですね、どれぐらいの人口かというと、大体九州の人口が1500万人ぐらいですので、ほぼ九州の人数と同じぐらいの方がユダヤ教徒として世界におられます。で、ユダヤ教徒の方のですね、まあ、預言者として有名なのがアブラハム、モーセで、いつぐらいにできた宗教かというのがユダヤ教はちょっとかなり専門家によって違うぐらいですね、意見が分かれるみたいですけど、大体4000年前から2000年前ぐらい、これはっきりしないのは、いわゆるスタートした人がいないからですね。日本神道いつからできたっていうのと同じで、ブッダとかですね、イエスとか、スタートした人がいればこの時から始まりましたというのが言えるんですが、ユダヤ教の場合はですね、はっきりした、教祖というか創始者がはっきりしませんので、スタートがはっきりしておりません。で、キリスト教ですね。で、キリスト教は聖書と呼ばれるものが、まあ、新約聖書、あと信者数がですね、まあ、20億人以上いる。で、まあ、預言者としてまあ、イエス、そして、まあ、今からだいたい2000年前ぐらい、そしてイスラームですけれども、聖書が、まあ、クルーアン呼ばれて、コーランっていうですね、英語読みで、親しまれている方もおられると思いますが、まあ、アラビア語に近い発音でした、クルーアン呼ばれるそうで、信者がですね、約15億人、そして預言者がムハンマドで、これこの3宗教ですね、合わせますと35億人超えます。で、世界の人口が70億人ですので、外国の方、もしくは自分が海外に行ったら、2人いれば1人は一神教徒の方、ユダヤ教かキリスト教かイスラム、もうそういう時代の中で私たち日本人は生きていくことになります。ですから、この一神教ということを理解しないとですね、なかなかこれからの社会、世界、暮らしていくっていうのは相手に失礼になることもあるし、また誤解を生むようなことも起きてくるんじゃないかなというふうに思います。ちなみにですね、一応、まあ、世界で人口が、信者数が一番多いのは、こちら書いてありますが、キリスト教です。で、2番目がユダヤ教、失礼しました、イスラームです。3番目、何か分かるかと思いますか。これちょっとクエスチョンに入ってないんですけども、3番目、ヒンドゥー教ですね。ヒンドゥー教徒の方が大体9億人前後いると言われております。で、次に4番目に多いのが何教だと思いますか。何教だと思いますか。あ、仏教、ありがとうございます。仏教はですね、大体まあ5億人前後ぐらいで、上位4つの宗教を今挙げましたけれども、実は信者数がですね、1億人以上いる宗教はこの4つしかありません。いろんな他にですね、宗教ありますけれども、シーク教徒の方も6000万人ぐらいだと言われておりますので、まあ、信徒がですね、日本人全部だと言われると1億超えるんですが、まあ、一般的に信者ですという自己申告してくれる人数で考えますと、実はキリスト教、イスラム、ヒンドゥー、
仏教がもう世界で、1億人以上ですね信者のもいる、4大宗教と言えます。でいよいよですねクエスチョンに入っていきますけれども、あであすみません一番重要なところでしたけれども、この3つの宗教もう皆さんご存知だと思いますけれども、神様は同じですね、天地創造全知全能唯一絶対の神様ですから、この世界を作った神様ですから何も言っちゃ困りますね、一人のお一人の神を、まあ、ヤハウェと呼んだり、ゴッドと呼んだり、アガーと呼んだり、呼び方はいろいろな言語で違いますけれども、同じ神様をこの3つの宗教の方々は、信仰して信じているということになります。ここが意外とですね日本人の方知らなかった、そうなんですかと、キリスト教となんかイスラム教なんか仲悪そうですけど同じ神様なんですかっていう、ここからですね、日本の方は、あまり理解されてないというところだと思います。ではですね、すいません遅くなりましたが、クエスチョンナンバー1、世界で最も有名なユダヤ教徒は誰でしょう。わかる方遠慮なさらず、はい、じゃあそちらの男性の方、ジーザス、あ、正解です。今日はちょっと写真も持ってきましたけれども、すいません、一発で正解を出していただきましたけれども、イエス・キリストですね。これもですね意外と知られてないことらしいというか、まあ、私も最初知りませんでしたけれども、まあ、イエス・キリストはですね本来ユダヤ教徒として活動しておりました、まあ、ユダヤ教が本来のですね神の言いつけと違うことをやっている、改革しようということで、まあ、ユダヤ教の改革者としてですね行きました、スタートしましたが、当然ユダヤ教の長老たちからは目をつけられ、まあ、30歳で、貼り付けになってしまうという、そしてイエスが亡くなった後ですね、この人がキリストだと、キリストというのは救世主という意味ですね。でユダヤ教の教えの中には救世主思想というのがあって、自分たちを救ってくれる救世主が現れる、それを、まあ、待ち望んでいる教えがユダヤ教の中にはあって、でイエスこそはキリストだと信じた人たちがキリスト教を始めたので、イエスは自分はキリスト教を開きました、自分は教祖ですというつもりは多分全くなくなくなったと思います。キリスト教が始まったのはキリストが亡くなった後、その、まあ、弟子だったりですね、周りの方がこの人こそ救世主キリストだということでスタートしたのがキリスト教というものになります。では第2問、キリスト教の新約聖書の訳、まあ、旧約聖書の訳って書いてありますけれども、この訳っていうのはどういう意味でしょうか。二択にします。契約の訳だと思う人、もう一つは、翻訳の訳だと思う人、どちらでしょうか。手を挙げてください。契約の訳だと思う人、はい、ありがとうございます。翻訳の訳だと思う、はい、ありがとうございます。契約の方が正解ですね。これもですね、私も本当最初翻訳だと思う、古い訳で自分、新訳が新しい訳で、これもですね一神教のことを理解するためには大変重要になってくるんですけれども、キリスト教も含めてですね、神様と人間との契約
これを守ればあなたたちは、最後の審判の後天国に行けますよ、これを守らないと地獄ですよという契約に基づいて、では私はその神との契約を守って生きていきますという人たちが、あの一神教の人たちですので、これがやはりですね、日本の仏教だったり神道にはない、ことですので、そこもですねやはり、理解しないと、なかなか一神教の方々なんでそこまで戒律を守ってとか決まりを守って暮らしているんだっていうのが理解できないかなというふうに思います。では第3問目、イスラムの預言者ムハンマドの生きた時代はいつ頃でしょうか。あの上のですね、ユダヤ、キリスト、イスラムのところも最後だけ、ムハンマドの後のところはですね、年数書いていないんですが、これ多分あの2000年がイエスが生まれた、2000年前がですね、イエスが生まれた時代ですので、それより後っていうのは冊子がつくと思いますが、これもあの二択にしたいと思います。今から1400年ぐらい前だと思う方と、今から400年ぐらい前だと思う方の二択にします。1400年ぐらいかなと思う方、はい、ありがとうございます。400年ぐらい前かな、あ、ありがとうございます、皆さん正解ですね。1400年前というと日本何時代だか皆さん分かりますか。同じ時代をですね生きた日本のマスターが この方は分かりますかね。聖徳太子になります。日本でですと1400年前というとですね、ちょうど飛鳥時代になりまして、ほぼ聖徳太子がですねムハンマドさんと近い年ぐらいです。 3,4 年しか、年が離れておりませんので、もし当時大学があって同じように2人とも留学していれば、同じ大学で、生活した可能性もあるぐらい、まあ、年が近いのが、ムハンマドさんと、聖徳太子、まあ、この頃に起きた宗教がイスラムで、要はですね日本仏教が日本に根付き始めたのがこの時代です。ですから日本に仏教伝わったのと大体同じぐらいの歴史がありますので、まあ、それを長いと見るか最近ねと見るかは、まあ、個人差があると思いますけれども、大体仏教が2500年前、キリスト教が2000年前、イスラムが1400年ぐらい前にスタートしてではですね、まあ、これで簡単に一神教という大きい枠の中で、あのイスラムというものがあの流れとして、成立したということが、まあ、少し分かっていただいたかなと思うんですけれども、実際にですね、そのイスラム教徒の方々はどういうことを信じ、また、行っているかというので、まあ、一番分かりやすいのが、あの六神五行という、まあ、本当にこれシンプルな教えだなと、まあ、仏教徒から見ても思うんですけれども、6つの信じるべきものと5つの行うべきことというのがあるそうです。でまず6つの信じるべきものの1つ目書いてありますけれども、神ですね、アラ、天地創造され全知全能唯一絶対の神はアラである、神様をそのアラを信じる。で2番目がですね天使ですね。で天使というとあのキリスト教のイメージが強い方はおられると思いますけれども、実際のキリスト教に出てくる、例えばの受胎告知をマリアにする、ガブリエルという、天使がいますけれども、同じように同じガブリエルがですね、ガブリエルはアラビア語でジブライもう発音できなくて申し訳ありませんが、同じですね、ガブリエルがムハンマドのもとに行って、一番最初にですね神の声を伝えたと、言われておりますので、ここの一神教の
方々にとっては神の声を私たち人間に伝えてくれる仲介をしてくれるですね、存在として天使というのはなくてはならないと思います、まあ、信じるべき存在だ。そして3番目のですね、経典ですね、クルアンなどと書いてありますけれども、イスラム教徒の方にとっては、まあ、クルアンというのはもう一番重要な聖典になりますけれども、まあ、英語で言うとユダヤ教の聖典がオールドテスタメント、キリスト教がニューテスタメント、でクルアンがファイナルテスタメント、旧、新、最終という、まあ、イスラム教徒の方から見るとですね、要はイエス・キリストはユダヤ教の改革を目指しましたので、旧約聖書に書いてあることは本来神が伝えたことではないと、どっかで間違って聞き伝えられている、これはおかしいというので、それは古いのでもっと新しい最新のですね、神の契約、神の言葉をがこれですよということで新約聖書というものを、まあ、これは後世に作られましたけれども、作られたのが新約聖書ですから、キリスト教徒からするとユダヤ教徒の聖典はまあ古い聖書、ただこれはまあ一方的な見方でですね、ユダヤ教徒の方にとってみればそんなことを言われる筋はない、自分たちのはヘブライ語聖書、これこそ聖書だと思っておられると思います。で時代が下ってですね、今度はムハンマドが旧約聖書、新約聖書、これも神様の本当の本当に私たち人間に伝えたいと思っていることとは違う風に訳されている、記されている、で、これこそが神様の本当に言いたかった、本当に私人間に行わせたかったことなんだということで書かれている。しかもですね、もうこれ以上アップデートはありませんよと、これはもうファイナルですと、もうこの辺りに、新しい聖書はできませんということで、クルアンというものを天使を通じてですね、ムハンマドに、言葉を授け、そしてそれが記されたものが、クルアンというものになります。そして4番目がですね、預言者で、音だけ預言者と聞くとですね、我々日本人はノストラダムスっていうイメージを持たれる方が多いんですが、あっちの預言者は未来を予想するというか当てる人ですね、一神教の中で言われる預言者というのはもう読んで字のごとく言葉を預かっている人、その唯一絶対の神から、普通の人間はですね、残念ながら神の言葉を聞くことができませんので、預言者を神が選ばれて、その人を通じて人間の言葉でですね、神の意思を伝える。で、まあ、有名なところでですね、やはりノア、アブラハム、モーセ、イエス、ムハンマド、イスラム教徒の方にとっては、まあ、一応これ五大預言者と呼ばれることもあるそうですけれども、これ以外にもたくさん預言者が何万人っていうんですかね、ある意味一番最初に神の声を聞いたのはアダムとイブですね、神の声を実際聞いておりますので、まあ、人類で一番最初の預言者はアダムとイブ、これはもう多分イスラム教、キリスト教、ユダヤ教関わりなくですね、皆さん、アダムとイブからスタートしてという、考えていると思いますけれども、その中でもですね、スター的な存在がノアの箱舟のノア、そして、まあ、アブラハム宗教と言われる、ユダヤ教の方はですね、アブラハムの自分たちは子孫だと思っていますし、アラブ人の方々もですね、私たちはこのアブラハムの末裔だ、イスラム教徒の方も持っているアブラム、そしてモーゼというのはもうご存知の通り、出エジプト、モーゼの10回航海がずっと海がですね、道開けるのモーゼ、そして、まあ、イエス・キリスト、そして最後ですね、ムハンマド、でイスラム教徒の方にとってはムハンマドが最後の預言者だというふうに、もうこの後には出てきません、出てくるとアップデートされてしまいますから、
もう完璧な神の言葉をもうムハンマドに預けているんだから、これ以降はもう預言者はありませんよというのがイスラム教徒の方の考え方。そして5番目のですね、来世、これも3つの宗教、ユダヤ、キリスト、イスラムに共通すると思いますけれども、これはやっぱり日本人にはちょっと分かりづらいんですよね、ない感覚なので。で、この世界、この宇宙を作ったのは神ですから、終わらせるのも神です。そしていつか必ず神がこの世界を終わらせる日が来る。で、その時には全ての人を蘇らせて最後の審判にかけ、生前神の言葉を守った人は天国、守れなかった人は残念ながら地獄へという、その最後の審判がやってくる。ですから、大体ハリウッド映画って宇宙人がやってきたり、隕石落ちてきたり、あとは病原菌がなんか広まってですね、人類滅亡っていうのが多いじゃないですか。日本人の感覚であんまりそれはないんですけども、一神教の方々からすればもう必ず来るものなので、それをテーマにいつか滅亡することはもう神が、我々に伝えているので、それはいろんな形でですね、人類滅亡ストーリーというので、日本人にはちょっと理解しにくいですけど、そういうやつをやるとですね、キリスト教の方々が非常に共感できるので、興行収入が増えるということもあるんじゃないかなというふうに思って、私もハリウッド映画が好きなので見ておりますけれども。そして、6つ目がですね、天命、これはちょっとなかなか分かりにくいんですが、おそらく天命に当たるところを持ってない宗教はないと思います。日本の仏教もですね、特に浄土教と呼ばれる浄土真宗さんだという浄土宗さんなんか、阿弥陀様にもう絶対他力という、全てをお任せして自分たちは救われるんだっていうのは、もうまさにこの、天命、神に全てお任せする。で、私のところは禅宗という座禅をするところなんですが、どちらかというと自力って呼ばれがちなんですが、実際やってることは座禅をして無我になる、自分を無にすることですので、全てを外に、自分を空っぽにして外にお任せするっていうような、念仏を唱えたり座禅したりやることは違いますし、言葉的には違いますけれども、目指しているところは同じなんじゃないかな。これはもうイスラム教だけではなくてですね、宗教であればもうこの天命、神の定めだったり、神の導きに委ねるということは、どの宗教でもあることだと。で、この6つをイスラム教徒は信じている。で、5つの行うべきことですけれども、信仰の告白ですね。そして、1日5回の礼拝、礼拝、そして、貴社、貧しい者に対する施し、そして皆さんもご存知のラマダンですね、断食月、日暮れの出から日没までは食べ物を食べない。そして5番目が巡礼、一生に一度はできることならばメッカですね、巡礼するという、もうこれを信じてこれを守っている人たちがムスリム、イスラム教徒の方々だという、本当仏教からすると非常に羨ましくてですね、仏教徒は何を守れば仏教徒なんでしょうって聞かれても困るんです。仏教徒は何を信じれば仏教徒なんでしょう、一言では言えませんが、非常に、一番新しい宗教ということもあると思いますが、非常に体系立てられて分かりやすい。これはもう仏教2500年の、歴史があるがためにですね、複雑になってしまった我々からすると羨ましいなというのが正直な思いです。それではですね、また質問に戻りたいと思いますが、クエスチョン No.4、礼拝はどこに向かってお祈りしますか、日本人の方で分かる方そちら女性、そうですね、メッカになります。
メッカというのはどの国にあるかと言いますと、ご存知、サウジアラビアですね。場所で言いますと、ちょっと地図を、これアラビア半島、サウジアラビアで、メッカ、ここですね、これは紅海で、こちら側がもうアフリカ大陸になりますけれども、メッカに行かれたことある方っておられますか？ムスリムの方でもやはり少ないですね。さすがカーン代表は、残念ながらですね、日本人はメッカ行くことできません。観光ビザがありませんので、イスラム教徒でないと基本商売とかですね、国際交流というか、国絡みでないと残念ながら日本人が観光でサウジアラビア行こうということはできませんので、私も当然ですけれどもサウジアラビアには入ったことが ありません。でまたサウジアラビアはですね、もう、敬虔なイスラム教の国で、私もびっくりしたんですが、サウジアラビアの最高憲法はコーランです。コーランにの内容と違う法律は作れないというのがサウジアラビアで、さすがメッカがある場所だな。でメッカのところにあるのがご存知、カーバ、カーバというのがありますね、日本語で言うと立方体という意味だそうですけれども、要はこの方向へ向かって、ただここが神聖な何かでここに神様がおられるわけではなくて、あくまで世界中の人がこの方向へ向かって、お祈りする。でこの中にはですね、黒い石が置かれているそうですけども、この黒い石をここに置いたのがアブラハムと言われているそうです。でこの写真はですね、皆さんよく見ると思うんですけど、この外側がどうなっているかというと、私も一回行ってみたいなと思いますけど、ちょっと回収するわけにはいかないんで申し訳ないんですが、すごいですよね。これここら辺全部人ですから、世界中からですね、巡礼のために、このメッカアラシンでこのモスクですね、世界中から、10億人以上の方がおられますので巡礼にやってくる。このパワーたるやすごいですし、またすごく綺麗なモスクだなというふうに思います。それではですね、次クエスチョンナンバー5、クルーアンは何語で書かれているか、聞きたいんですが、すいません、あと10分で残りの問題をクリアしないといけなくなってきましたので、答えをそのまま申し上げますが、アラビア語ですね。今日は私イマームからいただいた日本語訳のクルーアンを持ってきておりますけれども、多分これ何冊か持ってこられてますかね。ご希望の方は、ここにありますけれども、おそらく、無料でいただけると思いますので言っていただけると思いますが、これ大訳で書いてありますが、ムハンマドはアラビア語を喋っていました。ではイエス・キリストは何語を喋っていたかご存知の方はありますか？イエス・キリストはですね、アラム語という言葉を喋っていました。残念ながらアラム語で書かれた聖書はありません。一番最初にギリシャ語で書かれ、ラテン語に訳され、今英語とかですね、フランス語、日本語にも訳されていますが、実際ですね、イエスが喋った言葉はそのまま記されているものがあります。でちなみに仏教のブッダは何語を喋っていたかご存知でしょうか？マガラ語という言葉を喋っておりました。残念ながらマガラ語の仏教聖典は ありません。で、ブッダもですね、キリストもムハンマドも読み書きができませんでした。
今の感覚で読み書きできないっていうとですね、と思うかもしれませんが、仏教が起こった2500年前、日本はですね、縄文時代です。日本人誰も当然読み書きできません。イエス・キリストが生まれた2000年前、日本弥生時代です。日本人、未だまだ読み書きできません。まあ、そういう世界でですね、さまざまな世界宗教が生まれ、アラビア語はですね、ムハンマドはアラビア語を書けませんでしたが、神様からアラビア語で聞いて、それをそのままアラビア語で、記録してもらった。まあ、だからこそイスラムの方々はこれが間違いなく、途中で誤訳されることもなく、また覚えた人がですね、間違って他の人に伝えて、しまう、記載されてしまう可能性もありますが、クルアンだけはですね、その言葉をそのまま聞いて、そしてそれをすぐ、飛鳥時代ですから、日本も飛鳥時代にはもう、読み書きできる人が出てきております。そのまますぐに、文字に残すことができた。だからこそこれが一番完璧な語訳。まあ、クルアンには特に記されているんですけれども、あなたの綺麗なところは家族以外には見せないようにしましょうということが書かれているそうですので、まあ、そのどこの部分も綺麗な場所かというのが、まあ、国や地域によって違いがあると思いますけれども、まあ、それを一神教の方々は守っているという、ことになるかなというふうに思います。ちょっと時間を超過してしまうそうなんですが、急ぎ足でいきたいと思います。で、10問目ですね。むすびには豚肉以外に口にしてはいけないものは何ですか。これも最近はだいぶ理解が進んできましたけれども、まだですね、日本に来られて不自由されているむすびの方多いと思いますけれども、もうこれはですね、資料も多分今日ありますかね。モスクに行くと、日本人向けのですね、ムスリムの方はこういうのを食べられません、お酒であったり、実際肉も本来はイスラムの教えにのっとって菩薩しないとですね、口にできないというような、さまざまな、あと調味料にしてもみりんが入っているともうそれでダメとかいう形で、なかなか日本の一般家庭にムスリムの方をお迎えして日本の普通に食べている食事を提供するというのは難しいかなというのがまだ現状ですけれども、今ハラールというですね、認証が出ておりますので、まあ、その食材調味料を使っていただければ間違いないかなというふうに思います。で、11問目、ラマダン中に飲み物を飲むのもダメですね。厳格になる。もちろん子供さんだったりキッドさんだったり病気の方は OK ですけれども、基本ラマダン中日の出から日の入りまで飲み食いはできない。で、12番目ですね、ムスリムの方を露天風呂へ案内しても大丈夫かという、別府ですのでもうぜひ連れて行きたいと思うんですが、これもちょっとなかなか難しいようでして、これ男性の方も おへそより下と膝より上は基本もう他人には見せるべきではない。ですから男だけだから大浴場に一緒にすごい長めに露天風呂があるんだよということで案内するというのはちょっとなかなか不思議の方に対してはできない。これも個人差あると思いますけども基本的にはですね。で、ただやっぱどうしてもせっかく別府来ても温泉入らないというのがですね、来た意味がありませんので、それから家族風呂を借りてですね、で、まあ、個人だったり、で一緒ではなくて、